それでは陽元と直前の核要素の組を単位とする核フレームの自動構築という論文について角張が説明させていただきます。まずこの論文の処方としては、核フレーム事象を、卓情報が付与されていない大規模の、コーパス、生コーパスから、自動的に構築する方法について述べていて、分かったこととしては、かかり受けの解析の誤りというものを、今回作った核フレームの事象の、精度を測るために、かかり受け、核解析をしたんですけども、その際の、かかり受けの、精度というものを、考慮、除くと、本処方では、94%、定題については 94%、非連帯就職値については 78% の精度で、解析することができて、ベースラインよりも高い精度で解析ができる、核フレーム事象というものを構築することができていました。初めになんですけども、日本語文の解析をする際の問題には、語順の入れ替わりであったり、核要素の省略というものがあります。それですので、単純なかかり受けの解析だけでは不十分であって、陽元と、核要素の、関係を、記述した核フレームというものが必要になってきます。核フレーム事象を構築する際の問題点としましては、生コーパスの構文解析というものをする必要がありまして、その際の解析誤りというものが挙げられます。ですがこの問題に対しては、構文解析する際の、ある程度確信度の高いかかり受けだけを、学習に用いることによって、この問題については解決していました。陽元の用法の多様性というものがありまして、同じ表記であっても、複数の意味を持っていたり、複数の、核要素のパターンを取るので、その、陽元の前に来る、対元が異なるであったり、そういう場合で多様性があります。この問題に対しては、陽元とその直前の、核要素を、組にして、その組、陽元とその前の核要素をまとめて、用例として収集することによって、そしてその収集したその組をクラスタリングすることによって、どれが同じ用法であるのかっていうのを発見していました。ここからは核フレームの事象の自動構築の過程について軽く述べます。まずコーパスのテキストとして、KNP を用いて構文解析を行って、その結果からある程度信頼できる陽元、核要素の間の関係を取り出します。そして抽出したその関係の陽元と直前の核要素の組をまとめて、それで生成し、このまとめたものを陽例パターンと呼びます。そしてシソーラスを用いて陽例パターンのクラスタリングを行って、その同じ意味、同じ用法である陽例パターンをまとめるということを、このクラスタリングでは行っています。関連研究では、学習に構文の情報がついたコーパスを用いているものがあるんですが、それはカバレージが、どうしてもその情報がついているものしか使えないので、カバレージの前に問題があったり。下のもので言えば、11個の動詞を対象として、新聞1年分から人手で抽出してるんですけども、動詞11個っていうことで、そこで限定してしまっているので、動詞の数を増やすっていうことに対しては、その現実的な方法ではないということです。で今回の要例の収集としましては、核の設定で基本的に全ての核を対象として収集しておりまして、核の要例の範疇としては、下の3つのように、この言葉自体にあまり陽元の用法として収集する際の情報としてはあまり必要がないものに関しては、時間のクラスだったり数量のクラスというふうにこれらをクラスとしてまとめてしまうことによってまとめるという作業をしています。また核要素が複合名詞の場合には最も後ろに来ているその名詞というものを用いるようにしていて、これらの条件から得られる要例の例としましては、この30日というものは時間クラスにまとめられて、で総理大臣という複合名詞については後ろの大臣という言葉を用いています。そしてこのようになります。ここでいう要件の条件としましては、動詞、形容詞、名詞プラス反定詞としています。で今回収集する要件の対象とならないものに関しましては、受け身であった刺激の形であるものであったり、形態要素解析においても活用形から原型が特定できない場合、例えば例で挙げてあるんですけども、あったというものは物がある、存在するっていうあるっていうものと、人と人とが合うというふうな、それぞれの原型の過去形があったというもので2つの原型が考えられてしまうので、このような場合には要件を収集しないというふうにしています。ここで確信度の高い、信頼度の高いかかり受けの場合のみ抽出するということなんですけども、KNP では優先規則によって分節のかかり受け先を決めています。この3つのルールになっているんですけども、本章では一番最初に実行されるルール1のみを用いていて、文中の強い区切りを見つけることによってかかり先の候補を絞り込んで、これが一つであった場合はそのまま決まるので、その駆動点などで強い区切りで区切られていて、さらにその時にあるその要件が一つのものにしかかからないといった時にのみ収集しています。収集結果としましては、今回本論文で述べているその対象としている核はコーパスの中で核要素のかかり受けというものを出した時に精度は 90.9% で、今回抽出した確信度の高いかかり受けのみをやった場合には 97.2% で、確信度の高い抽出したものは全体の 44% であったので、確信度の高いかかり受けの抽出はかなり効果的であると述べています。で要件と核要素をペアにして考えると、用法がほとんど1位に決められると先ほど述べたんですけども、そのペアで用例パターンを作ってこの後処理していくんですけども、その用例パターンの要件の前に来ている核要素というものを直前核要素といって、その中の直前核要素の中のその核を直前核と言っています。で用例パターンは直前核要素の数だけ存在するんですけども、用法はそれぞれあるんですけども、同じ用法であるものが含まれているんですけども、直前核要素の数だけバラバラになってしまっているので、その同じものを一緒にするという、マージするという作業があります。例えばこのようにこの積むという要件はその同じ用法で使われているんですけども、前につく直前核要素が異なるので、それぞれ違うものとして扱われているんですが、これをマージするという作業をクラスタリングで行っています。クラスタリングの手順は直前の核要素の出現頻度がまず式1以上であるものだけを抽出して、その時抽出することで安定した用例パターンだけを抽出することができます。それは安定した用例パターンのみを用いて直前核の同じ用例パターンのクラスタリングを行います。その時に同じ直前核が直前核に対しても同じ用例パターンであるものを見つける際にあらゆる2組の用例パターンの類似度というものを計算して、その時の用例の意味属性、その前の直前角の意味がどのようなものかっていうのを固定して、類似の式1が超えているものに対してはその2つの組をマージしています。次、直前角の意味を限定しない用例パターンクラスタリングを先ほどの2と同じように類似度を計算して式1を超えるものはマージするんですけども、その時にその時の用例の意味を固定しないですることによって、例えばトラックに荷物を積むと、荷物をトラックに積むといったものをそれぞれの意味の属性を固定しないことによってマージすることができます。最後に残りの用例パターンの振り分けなんですけども、以上の 3つの工程で残ったものに関しては類似度、頻度を超えない、先ほどの超えていない用例パターンのクラスタリングされたことによって、いくつかの、その用例パターンのまとまりができているので、そのクラスタリングの結果の、用例パターンにどれが一番近いかっていうものを計算して、それに最も類似しているものがあればそこにマージするんですけども、最も近いものがなければそのまま、独立の、用例パターンとしてまとめておきます。意味属性の固定なんですけども、例えば合わせるといった用例パターンのクラスタリングで言えば、合わせるよ、あと用例パターンのその前に来るものに関しては、手であったり顔というものと、手と焦点というものがあって、それぞれ手と顔がマージされて、手と焦点がマージされるんですけども、ここでいう手と顔というものは、動物の部分という意味属性を持っているんですけども、手と焦点というものは論理であったり意味といった意味を持っているんです。ここで手が両方で一致しているということで、マージしてしまうと結果手と顔と焦点という異なる意味を持っているものが顔と焦点というように異なる意味がマージされてしまうというので、おかしいことが起きてしまいます。そこで直前角の意味の固定というものを行って、例えば飛ぶ直前角に声、土星、気、質問というものが来たとすれば、それ声は声と同語の類似度というものは0.9、それぞれ声っていうのは単位にもなるので、気との類似度が出ていて、土星も質問との対応が出てます。ここで最も声と同性が最も類似度が高いので、それをくっつける、マージするとした時に、声の意味属性っていうものは声と単位っていうものが2つあるんですけども、ここで最も高いものが声っていうふうになっているので、ここの2つ目に出てる声の単位っていうものの意味属性というものではなくて、声という意味属性に固定してしまいます。その結果、声の意味属性が声というものと、気の単位が気のものの類似度を求めると 0.92 となって、先ほどよりも下がってしまいます。そこで類似度を 0.65 としていた時に、このように最も高いものに合わせてどんどん意味属性を固定していくことによって、先ほどのように顔と焦点といったような異なる意味属性のものがマージされることなく、この気と同性であったり声というものが違うものとして判断されます。これらの手法によって生成された角フレーム事象の一例がこちらのようになっています。で今回の角フレーム事象というものを生成して、どのようなもの、その精度であったり、そういうものを直接的に測ることができないので、一番最初に述べた帝大と非連帯就職士のかかり受け、核解析を行うことによって、それらの制度を今回作った核フレーム辞書の優位性というものを述べています。ここでいうベースラインというものは核フレーム辞書を用いていないで、対象の要件が持っていないがをにの順に探していって、一番最初に見つかったものに決定するというものがベースラインとなっていて、その結果がこちらのようになっています。で一番最初に述べたんですけども、この今回作った核フレームの優位性というものを述べるために、核解析をする際のかかり受けの誤りというものを除いた結果、ベースラインよりも高い精度でできていることができていて、今回自動生成、自動構築というものは実用的に利用することができる核フレーム辞書の生成ができていると述べています。以上で終わります。